車なんで、公道だとどうしてもね、壊しきれないんで、性能を見るためには、ちょっと高速道路ですね、そういう運転してみて、入ってみたいと思います。はい、今回ね、この特殊な車ということで、大沼店長にね、いろいろ聞いてみたいと思うんですけど、はい、どうもこんにちは、ウィンマンズの小出です。はい、ウィンマンズの中古車紹介、今日もやってまいりました。どうも。はい、今日はですね、神奈川の厚木店から1台飛び切りのやつをね、紹介したいと思います。はい、飛び切りの車とはですね、こちらです。でーん、 Z34 ニスモです。バージョンニスモじゃなくてニスモですね。これがね、もう最高、非常に極上車両です。なので、もう、いち早くね、皆さんにね、知っていただきたく、ちょっと撮影させていただきました。こちらをですね、ちょっと詳しく見ていきたいと思いますので、ちょっと時間ですが、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。はい、それでは行きましょう。はい、早速行きましょう。今回ですね、こちらのフェアリティ Z、ニスモですね、グレードがニスモ、バージョンニスモとニスモがあるんですけど、一番最初34になってからのニスモはバージョンニスモですね。バージョンニスモが最初で、その次にモデルチェンジしたのがこのニスモです。だいぶね、ちょっと見た目のね、部分が違うかな。この下、こう色分けされてるんですけれども、バージョンニスモはね、白だったりホイールが色が違かったりしますよね。はい、これがね、平成25年の9月登録ですね。車検が令和6年の9月まで残っております。で、走行がなんと実装で2万5000キロです。もちろん修復はございません。はい、一応改造内容も、改造というかね、もうブリッドのセミバケットシートに変えてまして、チタンマフラーですね、チタンマフラーとオイルクーラーとデフオイルクーラー、H ケースサクションパイプ、H ケースクリーナーと、デフィの追加メーターという形でちょっとチューニングしております。まずね、細かい部分ね、いろいろね、あると思うんですけど、本当に極上です。もう外装のね、塗装の状態、まずこのパールホワイトね、くすみだったりクリアがね、剥げてきたりとか一切ございません。傷もね、ほとんどないですよ。ほら見てください。で、これバージョンニスモはこれ全部白なんですよ、この下のアンダーがね。だけど、このニスモに関してはこの色が塗り分けられてます。で、ホイールも本当はバージョンニスモだとシルバーなんですけどね、その、ね、一緒にこのニスモになるとこの色に変えられてます。一応この赤のね、ラインとかが入ってるんですけど、そのままこのミラーにも入ってますね。ミラーにも入ってて、後ろのリアにもですね、ここに入ってます。で、チタンマフラーで、これがね、見てください、このオイルクーラーですね、かっこいいね、はい、というのが入っております。で、この牽引フックね、入っております。ここら辺もね、色が塗り分けられてるところがポイントですよね。これもめちゃ綺麗でしょ。はい、こちらがね、ホイールでございます。ニスモの専用ホイールですね。傷もね、一つもないでしょ。2万5000キロですもんね。で、一応これタイヤはポテンザ RE71R です。24540R19 インチ入ってますね。で、一応タイヤの溝も6分山ぐらいきっちり残ってます。はい、タイヤのね、状態も悪くないですね。はい、リアも見てみましょう。リアがサイズが 28535R19 ですね。このね、日産のキャリパーも入ってますし、リアの、溝もですね、やっぱり6分山ぐらいかな。ちょっと横からね、下回り覗いてみるとこんな感じです。ウクーラー入ってるね。はい、でね、
ちょっと内装を見てみましょう。内装、これがねまたいいし、ブリットのセミバケット、これでねリクライニングができるんですけど、ほぼフルバキに近い、セミバケットが入っておりますね。で状態もねもうめちゃめちゃいいです。めちゃくちゃいい状態ですね。一応ここにもねちゃんとね保護カバーがかぶさってて、助手席もそうです。助手席もめちゃめちゃいいね。でエンブレム見てください、ここにプレート FRDZ ニスモ Z34-0961 というナンバーが入っております。またデフィメーター4連、すごいね。でまたこれが多分デフオイルのスイッチだと思いますね。いや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 、でエンジン見てみましょうかね。はい、これがですね VQ37VHR のエンジンです。排気量がね3697cc、 カタログスペック上は355馬力になってますね。もともとのあの Z34 は336馬力なので、だいたい20馬力ぐらい上がってるのかな。はい、で一応これ HKS のクリーナー入ってますね。こういう、こういうのもね補強してあって強化してあります。はい、車庫帳も入って、この赤っていうのがねポイントですよね。はい、でこのでっかいこうニスモのプレート、これもいいですね。一応 V 型6気筒の DOHC のエンジンですね。車重はね結構ね何気に軽いのかなと思ったら1540キロ、そこそこな重さですよね。ボリュームはあるね。そこをねビッグ排気量でパワーでカバーしているといった車ですね。最高に綺麗ですねこれね。見てください、ほんと傷一つないよ。はい、ルーフの状態もいいし最高じゃないでしょうか。はい、実はねこの車はね、10年前以上に三郷店で販売している車になります。なので、それをね購入してかなり大事に乗られたか、もう保管していたんでしょうね。もうめちゃめちゃいい状態で、残っておりますんで、もう本当にニスモを探されてるっていう方はですねめちゃめちゃいい車だと思います。あとねまたねちょっと詳しいねあのうんちくをね店長に聞いてみたいと思いますんで。ね、この特殊な車ということでちょっと大沼店長にねいろいろ聞いてみたいと思うんですけど、はい、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。これはね Z34 です。ニスモですよね。ニスモです。俺もちょっと知ってるんでちょっとうんちくさらしてもらうと、はい、バージョンニスモがあって、はい、その次にモデルチェンジしたニスモです。あ、そうです、そうです。この色とかが違うんだよね。そうです、そうです。ここのアルミとかエアロの色が、うん、なるほどね。で、その他の違いって何かあるんですか。その他の違いだと基本的にはバージョンニスモとほとんど同じなんですけど、はいはいはい、まあ、車名が変わったのと、まあ、ここにちょっと赤いラインが入ったのと、ね、これは最初になかったもんね。そうですね。であと細かいんですけどここの自体が変わりました。自体が変わったんだ。自体というか大きさと、うんうん、ここが赤いようになるのが変わったところです。すごい小さいところなんですけど。ちなみにさ、これ見た時にここにこういうクーラーがあるのは、はい、これはデフのデフのオイルクーラーですね。これなるほどね。はい、デフオイルクーラーで、はい、でちょっと内装の、はい、このスイッチ、はい、それがあのデフオイルクーラーの、はい、のスイッチになるの。そうです、作動スイッチ。あれをやるとウィーンって回るってことですか。そうです、そうです。ポンプが回る形で、今冷えてる時とかはあのやっぱりデフオイル硬いんで入れちゃうと壊れちゃったりするんで、走ってて加熱した温まってから入れた方がいい。そうです、そうです、そうです。であと専用でスウェード生地の、あ、でこのハンドルも専用なんです。専用です、スウェード生地の純正の。これはあの普通のバージョンニスモも同じ。そうですね、確か、うん、あ、バージョンニスモは確か本革巻きだった生地。あ、そうなの。はい、でメーターのここがちょっと赤いのが入ってるのが、うん、あのタコメーターの外側と外周っていう、はいはい、赤いよね。そこが赤くなってるのが特徴ですね。それはあのニスモが赤いってだけ。そうです。でそもそもそこの4連メーターのところは何があったんだっけ。これはナビゲーションとか、この車の場合だと小物入れですね。小物入れですかね。はい、
で、オプションでナビとかも付けれたとは思うので、 HDD かな、うんうん、はい、カーウィングスっていうのは。でもこのシートは変えちゃってるもんね。そうですね、ブリットのセミバケットで結構いいやつですね、これも。あれ確かでもニスモのシートは、はい、なんでもないやつでしたっけ。前期型は、ハーフレザーの、純正の、はいはいはい、まあ、なんていうんですかね、大してあんまりスポーツ感ないやつ、ね、あ、そうです、まあ言っちゃあれですけど、まあ、材質はいいの使ってるんですけど、バージョン ST とかあの辺と似たデザインの。なるほどね。そうですね。でもこれは逆にいいよね。そうですね、シート左右2脚ブリット入ってるんで。そうですね、でもすごいいいでしょ、これ最高ですよね。ものすごい綺麗に乗られてて、うん、はい、もう汚れとかやれもなく、走行距離もすごい少ないですしね。15,000キロ、15,000キロで、なかなか、ね、バージョンニスモからニスモになって、はい、ニスモの方がやっぱ販売台数少ない。少ないですね。これもすぐこの、バージョンニスモからマイナーじゃないですけどニスモになって、そこからちょっとしてからもう今皆さん知ってる外装も全然違う、 あの形のニスモになっちゃったんで、ね、うん、どっちかと言ってね、俺もこっちの方の形が好きだ。でもこっちの方がかっこいいですよね。かっこいいよね。僕個人的にもこちらの方がやっぱり Z って言ったらやっぱりロングノーズみたいな、 G ノーズ風な、このちょっと今のは結構前でパスってきて造形が結構複雑になってる形になってますけど、キャリパーとかそこら辺は変わってないんだ。変わらないですね。この塗装がちょっと変わったぐらいで。じゃああとはここまでできてりゃ、はい、まあ街乗りももちろんですけど、サーキットでももちろん行けちゃうタイプ。行けちゃいます。ノーマルで336馬力だったかな、うん、からニスモの専用コンピューターと、あと駅マニかなが専用のものになってて、355馬力まで上がってるんで、もうサーキット走られるっていうんであればもう十分。なるほど。でもこれ2万5000キロだからね。2万5000キロなんで、まあサーキットでバンバン行くっていうのはちょっとためらうけどね。そうですね、ためらっちゃいますけどね。でもこれ価格が434万円、はい、ちなみに新車価格だと521万8000円のぐらい、はいはいはい、しますね。でも今スポーツカー高騰の中で、はい、もちろん修復ないし、ない2万5000キロのこれだけチューニング、まあ、ある程度いじって、はい、状態が最高級にいいと。そうです。しかも車検も長いですよ、令和6年の車、ね、逆に安くないですか、はい、もう全然ちょっとかなーって思うところあるんですけど、でもやっぱりこういう車ってやっぱ走る人に乗ってほしくて。いやでも探してもないもんね。ない絶対ないと思うんで、これだけの掘り出し物は必ず、これだけの掘り出し物はなかなかない、なかなかないですよ。なかなかないです。なので本当にね、Z が好きで大事にしてもらう人に拾ってもらいたいな。そうですね、購入してもらいたいなって。そうですね、来てくださいこのカーボンとかここら辺とかよく、そうですね、色合わせするじゃないですか。そういうのもない。すごい綺麗なんで、めちゃめちゃ綺麗ですよ、はい、他にもサーキット走るために必要なものもあらかじめ入ってますし、なるほど、ちょっと目に見えるところには分かりにくいんですけど、普通の Z34 に比べてボディ補強とかもかなり補強パーツも入ってるので、そこら辺もやってあるんだよ。やってあるんで、はい、それなんでもう、まあ、天下のニスモですからね。もうニスモの、ニスモ走りのパフォーマンスっていう面に関してはもうすごくいい、ね、それはね。じゃあ一旦ね、こういった他にもレパートリーあるんだけど、はい、ただこうついちょっとかっこいいの見ると目が映っちゃうよね。あ、まあ、確かに、まあまあ、まあ、ちょっと安いね。そうですね、ちょっとまあこっちはオートマなんで。これ、ね、あ、これオートマ、オートマ、こっちマニュアルですけど、こっちがオートマなんだ。はい、今あとこっちか。そうですね、こっち2台が、あ、オープンもあるんだね。そうですね、あっち今サンサンになっちゃいますけど、なのでただこれは本当に一押しだよね。一押しですね。ちょっとね、ニスモは普通の値段からで言うとちょっと高いけど、はい、それだけの価値はもう本当にありますんでね。そうですね、まあ、もしこのまま走行距離増やさないで乗る、まあ、コレクションみたいな形で休み日ちょこっと乗るっていう形でも所有してもらえればもう資産みたいなものにもなってくるかなっていう、はい、じゃあね、車なので。あとね、一応ね、ハンドルのチルがここにあって上下が効きますね。一応これ全部ね、メーターごと動くようになってるんで前後は効かないですけどね、はい、鍵がね、こんな日産特有の鍵ですね、はい、はい、これを持ったままエンジンスタート。
はい、まずね暑いんでエアコンを18度、バリバリ効かしてみましょう。ハンドルの状態もね本当にね悪くないと思います。エアコンもねバッチリ効きますね。はい、エアコンもバッチリ効いております。デフィがねいい感じで4連入ってますね。まずこれが、はい、油温に油圧で、オイルテンプ水温、これどっちかがデフオイルなんでしょうね。はい、一応すごいポジションがねやっぱりあの Z 低いんでかなりあのスポーツカー感はねめちゃめちゃあります。はい、今日もねちょっとこの車なんで公道だとどうしてもね飛ばしきれないんで性能を見るためにはちょっと高速道路にねちょっと運転してみて入ってみたいと思います。40キロ、ここから行きます。いやこの安定感やっぱりねめちゃめちゃなんかもうあのレーシングカーだね。レーシングカーっていうゆえんをその飛ばしても全然安全性があるっていうんですかね。この底から来るトルク感といいパワー感とトルク感、これは何これ、もうあの地べたに吸い付いてる感じのハンドリング、エアロダイナミクスがねそんなにこうあのスーパーカーのようにね低いわけでもないのにすごいですよね。今ね4速です。4速からあっという間に100キロね行っちゃいますね。一応 H パターンの6速なんで、はい、一応水温80、オイルが75、これデフオイルはねまだ全然上がってないですね。いやー安定してて走行もね全然いいし、音もね本当にこの重低音がね響いてくるって感じの、これ Z23 やっぱいいね。またこの足回りもね本当にこの、スポーツカー、スポーツ走行寄りの硬さになってますね。すごいなんか、ただこれも普通に街乗りしてた状態でガタ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 拾ってなんか乗りづらいなっていうわけじゃないんですよ。ちょっと硬めなんだけど、これがまた何て言うんですかね、いい感じの具合で硬いっていうんですかね、ちょっと本当にグッとあのトルクをかけて、荷重をかけた時には確実にしっかりとこのね 1.4 トンを支えてくれてるという感じが本当にします。だから本当に足回りもねこれで、そのままサーキットに行けるんじゃないかなって思いますね。いいですよね。でここもねスウェード、これね本当にねよくできてる。このパネル自体がスウェードになってて Z っていうねエンブレムがちゃんとここに貼ってあるんですよ。ニスモのプレートと、これはねちょっとねこれ作成した人はここを褒められたら嬉しいんじゃないかなと絶対そう思います。はい、一応バックモニターもついて、一応地デジ内蔵の、ナビゲーションになります。でこれがですね、またなんでこの運転しやすいのかというと、このシートブリットのリクライニング可能なですねセミバケットシート、このシートがねかなり効果でかいですよね。こうリクライニングで体に合わせてくれて、しかもこの横サイドのですね脇の
出っ張り具合でね、めちゃめちゃ体がホールドされてます。なのでその分のこの走行ドライビングの体感というのはね、かなり違うんじゃないかなと思いますね。安定感が抜群に違う、はい、っていうかね、3,4 だったらもうどれも同じなのかなっても思ってたりするんだけど、あ、はい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 、でもね、本当に3万キロだったっけ、2万5千キロ、はい、そんなのないっすね。ないです。今の時代のスポーツだ。そうだよね、だからね、400万キロ。ただね、ちょっとね、こうやってね、外装を見ると遠目から見ると、はい、ちょっと車高がフロント高いかなぐらいだよね。まあ、ちょっとこれ下げようかな、下げたいなっていう感じはしますよね、はい、そうですね。足回りはね、結構ね、固めなったと思います。専用設計のやつね、うん、なので、はい、でも乗り心地が全然悪いわけじゃなくて、そうですね、はい、最高です、はい、なんでこんだけあるもんね。そうですね、Z は32から3334全部。32も今あるか。今あります、うん、31はないの。31はまだ扱ったことないそうですか、DR31 も今度お願いします。あ、そうですね今もう多分ここのお店で Z31 までやったら多分全部扱ったことない。あ、本当今度ね、そういう歴代のレパートリー集めてやりたい。そうですね、なのでもうね、ぜひこのぜひこのね、このテストが気になる方は、はい、ご連絡ください。04-228-8777。 そうですね、はい、お待ちください。大沼くんが何も手と足で教えてくれます。何でもよろしくお願いします。それではまた、よろしくお願いします。はい、すいません。